オッケー、オッケー、ジャンプ。あ、テンセル、やっぱここにいた。Don't you ever run off like that again, young man. Your brother would have been very sick. サト。静かに、お兄ちゃんが話してるんだから。今日から。女皇陛下への誓いをもとにスネージナヤに勝利をもたらしてもらう。極北の寒波のようにスネージナヤパレスの氷のように敵を骨の髄まで凍らせるんだ。女皇陛下は君たちの忠誠、冷酷、そして慎重さを期待している。なぜなら俺たちが向き合う挑戦は厳しい。例えば、ただただ例えばタコ、でんでん太鼓、リーユエの地では毒願望のライバルになるからね。うんうん、タコは面白かったね。例え話だよ。戦場もビジネスと似たようなもんだから。だから君たちのリーユエでの、リーダーとして俺の命令に従ってもらう。命令に従わなければ裏切りとみなされ、裏切りの代価としてリーユエの支部をクビになる。うわ、厳しい。クビになったらきっと悲しいよね。同時に気を配るのは無理か。なら、いや、直接実戦訓練に入ろうか。実戦訓練？だって、強い体は実績にもつながるからね。おい、今執行官様が実戦訓練と言ったか？執行官様が自ら指導してくれるのか？光栄だ。信じられない。俺らみたいな新兵、本当に大丈夫なのか？どう？問題ある？いえ！いい返事だ。さあ、かかってこい。おう、ラワン。オッケー、チル、チルティ。Aduh, yang S ini nyebelin. Tanzai wa. Oi, jahat. Ayo. Oh shit. Hanashi ga tsujinai nara tadaku mari de shou. Aduh, tuh, tuh, tuh. Ini yang api dulu ini. Petir. Suki wo miseru no wa hono isshun da. Danzai no yori no jikan. Aduh. Rakasete tenjou no osouji no jikan desu. Ini yang petir ini, ini yang tebel. Lihat, damage gua 100 tadi. Tau gini gua kill dulu aja yang petir. Suki wo miseru no wa hono isshun. Danzai no na.
おい、あっと、エイキ神速、オッケー、もしあったらラッキーか。Ini yang air dulu ini bikin. Anjir habis. Aduh.これで言いたいことは分かったかな。はい。君たち、俺に体を動かさせる程度にはできてるよ。つまり新兵としてなかなかやる方だ。感謝します、執行官様。とにかく健闘を祈るよ、スネージナや女皇陛下、そして君たち自身のためにね。解散。お兄ちゃん、お兄ちゃんすごーい。ん、テウセルも来てたんだね。旅人と一緒に防除旅館に遊びに行ったと思ってたよ。うわ、しらじらしい。 You really did get stronger. That was a good showing. 言っただろ、強くなるためなら何でもするって。もうあの時の俺じゃないからさ。 You didn't go all out though. Did not see your black armor anywhere. それは俺の魔王武装だ。体に重い負担をかけるからね、いざという時にだけ使うんだ。黄金屋で使った後、まだ傷が完全に治ってなくてね。それに淑女じゃないから、新兵相手に使ったりはしないさ。魔王武装？毒眼棒よりも強いの？確かにそういうことになるよな。僕も戦ってみたい。お兄ちゃんみたいにかっこよくなりたい。かっこいいからすることじゃないよ、テウセル。戦うの意味を理解しないと強くなれない。教えてもいいけど、何のために戦うかちゃんと考えないとね。僕、うん、僕ね、トーニャお姉ちゃんを守りたいんだ。いい答えだ、テウセル。スネージナへに戻ったら教えるよ。これからはトーニャを守ってくれるよね。任せて。わがままじゃない時のテウセルはいい子だな。3Protecting family is an admirable motivation. 結構リーウェイにいたし、そろそろテウセルは帰った方がいいんじゃない？え、でもお兄ちゃんはずっと仕事だし、まだ一緒に遊んでないよ。テウセル、兄ちゃんは忙しいんだ。それに旅人のお兄さんと旅をしたんだろ？もうごまかせないと思ってるだけだろう。じゃあさ、一つ願いを叶えてくれたら僕ちゃんと帰るから。誰にこんなねぎるような駆け引きを教わったんだい。でもいいよ、行ってごらん。
究所に行きたいんだ。まさか例の遺跡守衛が出てくる遺跡じゃないよな。Reasonable wish. A risk wish. いいよ、テウセルは俺のためにわざわざリーウェイに来たんだからね。弟の願いをちゃんと叶えてあげないと兄ちゃん失格だもんな。やったえ、本当にいいのか、テウセルをあんな場所へ。お兄さんも一緒に来てよ。今回は僕が案内する番だ。おもちゃ研究所、ふん、レイク館にあるあれだね。旅人、君は子供の夢を壊すような人じゃないよね。Anjir, tatapannya kok nyebelin banget ini. Ya, mata kyoudai kougeki da. Shikata nai. Iku ka. Oke, ke bawah. Ke atas maksud gue. さあ、ここがリーウェのおもちゃ研究所だよ。着いた。中から機械の音が聞こえる。すごーい。ここは一体何なんだ？なんでこんなとこ知ってるんだ？前に資料で見たんだ。ここは博士のおもちゃ研究所ってところかな。博士はファリューの執行官、古いものをいじるのが趣味でね。この遺跡は遺跡守衛を研究するために改造されたんだ。え？遺跡守衛もファリューが作ったのか？いや、あれはアビスの方に近いかな。だから我々の敵でもある。単に研究対象なだけだよ。近頃遺跡守衛が出没する理由はおそらく博士がここに飽きたからだろうね。またも性格の悪い執行官だな。テウセルをここに連れてきたのは事前に調査して安全だって知ってたからだな。いや、実はこの研究所の中がどうなってるかは全くわからないんだ。弟の安全を何とも思わないのか？まさか、危険があったら俺が代わりに受け止めるよ。弟に傷一つつけさせないさ。それにテウセルも戦う意味を理解するからね。この意味は何年も俺の心の重しになってきたわけだし。お兄ちゃんたち何話してるの？早く案内してよ。任せて。オッケー。元気出してよ。langsung masuk dan terpaksa melawan robot. Yap, that is my Genshin Impact gameplay. Thanks for enjoying my video and see you next time. Bye.